ちなつさん、今日のランチも美味しかったわね。ああ、リツコさんか。はい、そうですね。何よその反応。私の LINE でがっかりみたいな感じ。いや、まあ。で、何か用ですか？来月の7日、またいつものママたちでランチ会をすることになったから、ちなつさんまた予約お願いね。また私ですか？って、一番年下のあなたが何言ってるのよ。年下って言っても、皆さんとは3つ4つしか変わらないじゃないですか。3つ4つも変わるじゃない。これだから20代は生意気ね。私も29歳なんで、もうほぼ30ですけどね。まあわかりましたよ。予約しますよ。めんどくさいことになるの嫌だし。そうそう、最初からおとなしくそう言ってればいいのよ。でもなんでリツコさん自分で予約しないんですか？予約の仕方わからないんですか？はあ？あんたバカにしてんの？だって予約しろっていう割に予約名は私じゃなくてリツコさんが私の名前でしろって言うじゃないですか。だったら自分ですればいいのに。それはあんたが一番下っ端だから仕事を任せてるだけ。でも支払いは自分で率先して払いに行きますよね。みんなからちゃんと料金集めて。そりゃそうでしょ。ランチ会を計画するのはいつも私なんだから代表して払いに行くのが当たり前。じゃあ予約もしてくださいよ、代表なんだから。予約するのはあんたの仕事。偉そうにへりくつ言わないで。まあいいですけどね、予約するだけなんで。じゃあ予約しときます。はいはい、よろしく。あ、待って、もう一つ言い忘れてたわ。もう一つ？実は今いつものママ友達と旅行の計画してるの。旅行ですか、いいですね。もちろん千夏さんもメンバーに入ってるわよ。ありがとうございます。ちなみに日時や場所ってもう決まってますか？ああ、日程は来月の1日2日の1泊2日で、時間と場所は中村屋温泉に16時に集合。え？もうすぐじゃないですか。しかも中村温泉、そこ温泉が有名な宿ですよね。っていうかランチより先の予定、普通こっち先に言いませんか？まあいいじゃない。千夏さんは日程合わせられそう？ああ、はい、今のところ大丈夫です。オッケー、じゃあまたよろしくね。わかりました、いつも通り予約しときます。私は千夏、面倒なことが嫌いな29歳の主婦です。この律子さんはいつものランチ会のメンバーのママで、最年長だからかボスママ気取りしているんです。だからママ友達とのランチなどの予約はいつも年下の私にやらせてきているんです。いつも自分で予約すればと言っても、年下のあんたがやれなどと言って命令する始末。まあ予約するだけですし、逆に今怒らせたら来月の温泉旅行も行けなくなるかもしれないので、私はおとなしく従っていたんですが。リツコさん、温泉宿私着いたんですけど、皆さんもう到着してますか？ああ、千夏さんじゃない。どうしたの？どうしたの？なんでそんな他人事なんですか？だって他人じゃない。いや、そうですけど、そういうことを言ってるんじゃなくて。まあ何よ。今日旅行ですよね。私中村屋温泉に着いてるんですけど、周りにリツコさんや他のママ友も誰もいなくて、遅刻とかされてますか？はあ、何言ってるの千夏さん。いや、だから今日は中村屋温泉に旅行だって。私たち別の温泉にいるんだけど。あ、ごめん、私ってばもしかして千夏さんに違う場所を教えちゃってた。待ってください、それわざとですよね。中村屋温泉は旦那と行きたいねって話してたんだった。直前に話してたから間違えちゃった。いやいや、ちょっと待ってくださいよ、私今日車で2時間かけて来たんですよ。へえ、そうなんだ、お疲れ。ちょうど目の前温泉あるし、休んでけば一人で。腹立つ、なんでこんなことしたんですか？あんたっていつも私に生意気じゃない。予約してって言ったらなんで私がとか言ってくるし。嘘ついた理由ってそれだけですか？信じられないんですけど。まああとはなんとなく面白そうだから。考えられない。他のママ友には千夏さんは体調不良ってことにしてるから。
あ、他のママ友にチクらないでよね。そんなことしたらどうなるかわかってる？知りませんよ、そんなの。ランチ会には誘わないし、もっとひどい目に遭わせてあげるわよ。もっとひどい目ですか？それはこっちのセリフですけどね。はあ？あんた何言ってんのよ。別に何でもないですよ。じゃあ私は一人で入ってきますので。ああ、こっけえこっけえ。感想教えてね。私もいつか家族で行くから、あんたと違って寂しい一人じゃなく。うるさい。なんと私は律子さんに嘘の旅行先を言われ、一人で温泉宿に来てしまったのです。律子さんや他のママたちは別の旅館で楽しく過ごしているそうで、電話しても電源を切られ、律子さんは繋がらず、変な人だとは思っていましたが、まさかこんな性格の悪いことをしてくるとは思っていませんでした。ですがこの後律子さんはとんでもない事実に気づき、私に急いで LINE をしてきました。ちょっと千夏さん、一体どういうこと？あ、律子さん、どうもどうも。どうしたんですか、そんなに焦って。どうしたもこうもないわよ。今家のポストを見たら、中村屋温泉からキャンセル料の支払いが来てるんだけど。そりゃそうですよ、私以外来なかったんですから。じゃあ支払いお願いしますね。待ちなさいよ、なんで私の家に届くのよ。意味わかんないじゃない。え、だって予約は律子さんの名前で予約したんですよ。は？私の名前使って何勝手に予約してんのよ。え、だっていつも私に予約させるじゃないですか。今度のランチだって予約頼まれてますし。あ、それに確か去年ママ友達との日帰り旅行も私が予約してますよね、律子さんの名前で。それはちゃんと頼んだから。あれれ、でも私ちゃんと送ってますけどね。温泉旅行の日程聞いた日に。何をよ。いつも通り予約しときますって。え、嘘。既読はついてるし、予約任されたと思ってましたよ。か、完全に見落としてた。私はてっきりいつもみたいに律子さんの名前で予約すると思っていたので。あ、ちなみに私はちゃんと温泉に入りましたよ。律子さんと他のママ友だけのキャンセル料ですからね。なんですぐに言わなかったのよ。あの後律子さん電源切ってましたよね。あ、忘れてたんですか。でもあんたふざけんじゃないわよ。え、勝手に名前使われてキャンセル料を支払えって？こっちは被害者よ、払うわけないでしょ。被害者は私ですけど。嘘つかれて仲間外れにされて、他のママ友に言ったらもっといじめてやるとまで言われたんですよ。でも払わない、むしろあんたを訴えてやるから。それはできないと思いますよ。はあ？なんでよ。律子さんの旦那さんにもう連絡済みなので。え？うちの主人が律子さんの旦那さんと LINE 交換してたので連絡してもらいました。旦那がこのことを知ってるの？知ってますよ。今までのことを話したら、そりゃ律子さんの名前で予約するに決まってるわって。だからキャンセル料は妻に払わせるって言ってましたよ。旦那さんから聞いてないんですか？旦那は今会社よ。あ、そうなんですね。旅行初日に行ったんですけど、怒って律子さんと話したくないんでしょうね。でも今日旦那さんが帰ったら言われると思いますよ。帰りが楽しみですね。待って、じゃあ私があなたに嘘ついたことも話したの？話しましたよ。嘘でしょ？すっごい怒ってましたよ。俺に隠れて何やってるんだって。帰宅したら全て聞き出して絶対に払わせるって言ってましたよ。千夏さん、お願い許して。え？いきなりどうしたんですか？態度変わりすぎてびっくりなんですけど。今まで予約させてごめんなさい、嘘ついてごめんなさい。もう全部謝るから、キャンセル料金のお金貸してもらえないかしら。はい。だって私専業主婦で自分のお金なんて全然ないし、キャンセル料なんて払えるわけない。キャンセル料いくらなんですか？5万円。いくらか聞いたってことは貸してくれるの？なんでそうなるんですか？貸しませんよ。頭の中ハッピーターンか。そんなこと言わないでよ。今回一緒に旅行に行ったママ友にも請求したらダメですよ。こうなったのは嘘をついてはめた律子さんの責任なんですから。あんたに今までの予約頼むんじゃなかった？面倒だからつい頼んじゃったのよ。でも支払いは律子さんがしてましたよね。みんなの分集めて。
集めて支払いはカードで払ってたの。ポイントが貯まるから。せこくてさらに驚きました。とにかく宿にキャンセル料お願いしますね、最年長さん。その後、律子さんは帰宅した旦那さんにこっぴどく叱られたそうです。律子さんは無職なので、5万円は払えるわけがなく、旦那さんが今回は代わりに払ったそうですが、旦那さんに払ってもらった分を返すためにパートを始めたそうです。5万円は2ヶ月ほどで返したそうですが、私に嘘をついたことをもっと反省しろと言われ、今でもパートを強制的にやらされているそうですよ。パートしているため、今までのようにランチ会には来れなくなったのですが、私をはめたことがママ友に知れ渡り、律子さんは完全に孤立。だからランチ会に来れなくなってよかったですよね。あ、というか誘われないか。私は他のママ友とは仲良くしていて、ランチも参加しています。周りからはネタで、予約の達人なんて言われてますよ。ま、悪くはないですね。トキコさん、大変大変、ただ大変。あら、アイリちゃん、おはまっちゃう？って、どうしたの？今日はゴミの日なのに、私体調が悪くて。あら、そうなの。じゃあ頑張ってね。は？え？それってひどくないですか？私体調が悪いって言ってるじゃないですか。今すぐ行ってあげるくらいのこと言えないですか？マジでありえない。いや、だってそれ二日酔いでしょ。はぁ？3時に起きて公園に筋トレしに行ってたのよ。そしたら千鳥足で歌ってるアイリさん見かけたわよ。相当飲んだでしょう。だから何ですか？二日酔いかもしれないし、でも違う病気の可能性もあるでしょ。そうね。でもお酒飲んであそこまで酔っ払うってことは自己責任でしょ。ひどいひどい。私が誰かに無理やり飲まされたとか、そういうの考えないんですか？アイリさんすごく楽しそうだったでしょ。 SNS で見たわよ。学生時代の友人と飲んでるって。空気を悪くしたくないから楽しそうにしてただけで、本当はそこまで飲みたくなかったんですよ。トキコさんにはこの気持ちわからないでしょうけどね。そうね、わからないわ。私日本酒一升飲んでもちょっとご機嫌マッチョッチョになるくらいだから。おっと、こうしちゃいられない。今日は20キロ先のスーパーでかぼちゃが安いからね。準備して出かけないと。20キロ先？車で行けばすぐじゃん。いや、走って行くのよ。はぁ？あ、やっぱりびっくりした。私はゴリマッチョウーマンだから筋トレだけしていると思われがちなんだけどね。有酸素運動もするのよ。あ、それおいっちに、おいっちに。信じられない。というかそんなに元気ならうちに来て草むしりしてよ。あと掃除もしてほしいし、料理も作っていってほしい。トキコさん体動かすの好きでしょ。体動かすのは最高に好きよ。人の手助けをするのも好きね。でもそれは垂れ流しじゃないわ。垂れ流し？そう、私が愛を注いで家事をお手伝いしたところで、アイリさんは感謝すらしないでしょ。だってできる人がやればいいじゃん。それは愛の垂れ流しになっちゃうからね。無意味なことはしないのよ。愛は無条件ではないのよ。本当に必要なところに必要なだけ注ぐのだわ。エコーがかかってる？あー、もうなんでこんなに頭固いのよ。うっほー、筋肉も固いわよ。うっさいな。あ、わかった。そういえばトキコさんって今度旅行に行くんでしょ？阿蘇旅行。お友達と5人でね。今から楽しみだわ。それ私も連れて行ってよ。いいでしょ？なんなん、ダメダメ。はあ？そもそもさっきから私に対してイライラしてるみたいだけど、なんでそんな私と旅行に行きたいの？だってトキコさんならいっぱい荷物持てるでしょ。私買い物たくさんしたいのよ。わーお、わがまますぎて逆にこっちはイライラしないわ。皆さん、おはまっちゃん、トキコです。皆さんの周りにはわがままな人っているかしら。最近子供関係で知り合ったアイリさんはわがまますぎて周りから距離を置かれているのよね。ここまでわがままだと逆に興味津々になっちゃうくらい。
どういう食生活をしていたらこうなるのかしら。やっぱりタンパク質不足かしらね。とまあ全然気にしてなかったんだけど、なんと彼女旅行に便乗しようとしてきたのよ。何度も断ったんだけどね。ちょっと時子さん、どこにいるのよ。せっかく私が来てあげたっていうのに一体何なの。どんだけ返信待たせるのよ。ああもうこれだから脳内筋肉は。うほー、今褒められた。けなしてんのよ。あらそうだったの。褒め言葉だったからルンルンしちゃったわ。ちー、でどうしたの。私も阿蘇の杖立温泉来ちゃいました。あんたが私のお世話全部しなさいよね。今帰ってる最中だよ。え、ちょっと待って、アイリさん今どこにいるの。それが阿蘇駅にいるんだけど、杖立温泉までの路線バスの乗り方がよく分からなくて困ってるのよ。早く助けなさいよ。無理無理。はあ、そもそも私たちは福岡空港から直行バスを使ったからね。阿蘇駅からのルートは知らないわよ。知らなくてもいいから迎えに来てよ。だからね、私たちはもう帰ってるの。宿泊は昨日が最後。というかもう家に着くわよ。は？なんでよ。旅行が終わったからよ。そういうことじゃないわよ。なんで私がここにいるのに勝手に帰ってるのよ。そもそも愛理さんは旅行のメンバーじゃないし、私はちゃんと断ったわよ。愛理さんが来ることも知らないし、頼まれてもいない。わーお完璧。じゃあ私はどうしたらいいの。え、一人で杖立温泉に行けばいいんじゃないの。蒸し湯最高だったわよ。体がポカポカ温まって本当に幸せ。湯治で来る人も多いって言うけど、わかるわね。それにね、細い裏路地のところを瀬戸屋って言うんだけど、これがまた情緒があって素敵だったわよ。写真撮りまくり。私も見たい。今すぐ迎えに来て私のこと案内しなさいよ。アイリさんってわがまま女王様というか、何よ。わがままベイビーちゃんって感じよね。自分でお尻拭ける。きー、バカにして、バカにして。それじゃあバイババイ。待って、阿蘇といえば黒川温泉に行くことが多かったのだけど、杖立温泉も最高だったわ。昔から湯治に来る人が多いらしくてね、全体的にお値段が安いところもいいわね。もちろん1日に何回入ってもいいし、飲泉もできるんだわ。杖立温泉自体は穏やかな空気の流れる静かな温泉街だけど、近くには観光地もあるからね。独特の街並みも素敵だし、本当に家族みんなが楽しめるようなところよ。次は家族で行きたいわね。うっほー、節約して貯金しないと。え、アイリさん。アイリさんはね、どうしてこうなるの。ねえ、なんでこうなるの。あら、アイリさん珍しい。最近見かけなかったからびっくりだわ。夫が離婚するって。好きな人ができたから別れてくれって。あらあら、そうだったの。なんでこうなるのよ。そもそもどうしてこうならないと思ってたの。え、だってアイリさんのわがままはびっくりしちゃうようなレベルだもの。それをご主人にやってたんでしょ。だって私が可愛い、大好きだから結婚してって言ったのよ。わがままなところも可愛いって。そりゃその時はそうだったんでしょう。でもプロポーズをした時の気持ちがそのままずっとずっと続いていくわけじゃないわよ。でも私のこと一生幸せにするって言ったもん。その時はね。だったら変わらず愛するべきでしょ。アイリさんはその時と全く同じなの。え、若さも見た目も性格も全て同じ。アイリさんだって変わっていくでしょ。年を取れば肌も荒れたり、髪の毛なんかも潤いがなくなるわよね。シミシワ、かかとのガサガサ、白髪に尿漏れ、わー、おいろいろ出てくるわ。そんなの仕方ないじゃない。そうなのよ、仕方ないのよ。でも自分は変わっていくのに、相手には同じ感情や努力をずっと求め続けるの。
それじゃあ愛情だって冷めちゃうわよ。ご主人はアイリさんのためにたくさん頑張ったのに、アイリさんはそれを一つも認めず、わがまま放題してたんだもの。私だって心が折れちゃうわね。体はムキムキだから折れないけど。そんなこと今さら言われたってもう遅いわよ。だって旦那はもう子供連れて出て行っちゃったんだから。私が有責になるように家事しない証拠だって集めて、もう遅いのよ。うん、そうなのよね。世の中失敗してから気づくことはたくさんあるのよね。取り戻せないものだってたくさんあるのよ。だから日々を真面目に生きていかないとね。いや、実は杖立温泉の後、アイリさんのご主人とちょっとお話ししたのよ。アイリさんは専業主婦なのに、家事や育児をご主人に丸投げしていたんですって。最初はまだマシだったらしいんだけど、年々わがままになっていってね。今は離婚してすっきりしているみたいよ。アイリさんはというと、あの性格だから身内も頼れなかったみたい。激安のシェアハウスで新しい生活を始めたそうよ。でもね、この間私見たのよ。隣町の駅前でアイリさんが汗だくになってティッシュ配りをしているところ。そうなのよね、ちゃんと頑張れるのよね。一度落ちたらあとは上がってくるだけ。自分がしてきたことをしっかり反省して真面目に頑張って立派なマッチョに、じゃなかった、素敵な人になってほしいわ。私も素敵なマッチョチョになるわよ。えいえいおー。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。